7連勝？むず。アリ大好き。いや、俺はあんまアリ好きじゃないな。うわ、むず。待って、7連勝してたんだよね、あのマリオのやつ。どうも、じゃあパドルです。マリオメカツやっていくんですけど、ちょっと待って。こいつが7連勝してたから、これ一旦やられる。これがなんでか大事かっていうと、一旦やられるじゃん。そうすると無敵時間を利用して、はい。ああ惜しい、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 惜しい。狙いはいいと思うんだよね。この無敵時間で利用するの。え、はい。ちょっと待って。うまっ。え、うまっ。マリオの人マジでうまいんだけど、待って。7連勝の人マジうまい。は？え、これどうやっていくの？ここはわかるんで、ここは、ルイージ協力しよう、ルイージくん。おい、マリオ、お前、なんで知ってんの？なんで？おかしいよ、それ！お前、何？うんま！クソコースだし、めちゃくちゃ。さあ、やっていきましょう。どうも、こんにちは。パドロです。ということで、マリオメーカー2、やっていきたいと思うんですけど、まず先頭に踊りてた。久々にこんなうまく、マリオメーカー2できてる気がするけど、はい、柿棒踏んで、一回戻る。はい、これ、アイテム絶対取りたい。アイテム絶対取りたかったんだけど、ないから、一回普通にジャンプしていく。何に当たった？さあ、どうも、じゃあ、パドルです。ということで、マリオメーカー2やっていきましょう。ということで、マリオメーカー2やっていくんですけど、俺、この短期間でマリオメーカー2って2回言ってんだよね、よく考えたら。まあ、そんなことどうでもいいんですけど、マリオメーカー2やっていきましょう。ということで、マリオメーカー2やっていきましょう。は？何言ってんの、俺。あ、頭おかしかってきた。さあ、どうも、じゃあ、パドルです。ということで、マリオメーカー2やっていきましょう。ということで、マリオメーカー2やっていくんですけど、雑談でもしようかなと思ったんですけど、あのね、話す内容が何にもねえんだわ。うん。何にもねえ。やっぱね、この今日2本撮りしてて、これ2本目なんですよ。で、さっき1本目撮り終わってね、まあ、もう1本撮ろうということで今撮ってるんですけど、さすがに2本目になると、もう話す内容も、クソもヘッタクリもねえってことでやっていくんですけど、ゴールした。ピョンチューをすべて107体倒してからゴールということで、こいつら全員ぶっ潰すことが分かった。ネズミ駆除に行きます。はい。おー、どうすんが？全部まとめて一気に片付けんのかな？うおー、なんだ気持ち悪い。何これ。え、どうすればいいんだ。え、ドッスンが潰してくれんじゃないんだ。今日分かった。じゃあ、あそこゴールだから。なるほどね、これで。引き殺して。ネズミがよ、これ、おい。ドッスン先輩、片付けてください。お願いします。ドッスン先輩、やっちゃってください。いっちょ。じゃあ、ドーン。あれ、あと2匹か。こいつ、あと1匹だ。こいつ。オッケー。え、え？は？ネズミがこの野郎、おい。え、倒してるけどね。どういうこと？来た！ネズミ！ゴールド受け、ちょうだい。やばい。オッケー。ゴールド受け奪って、はい、ドッスン先輩、お願いします。よし。回して。はい、ジャンプして。はい。はい、はい、サンキュー。いやー、はぁ、ふざけんなよ。おーい、マジか、お前、ルイージ。おめでとう。さあ、やってこう、マリオメーカー2。ということで、ちょっとね、喉がね、実況のしすぎでカスカスになってきてるんですけど、それでもマリオメーカー2やっていきたいと思いまーせーん。思いません。うん、思いません。スイップ。さあ、やって、コウモリオメーカー2ということでね、シップということで、シップは何て言うんですか？船ですね。船。じゃあ、お尻は？ヒップ。ということでやっていきましょう。くだらねえこと言ってんやねん。ぶっ飛ばすぞということでやっていく。歯車怖い。歯車怖いけど、これ絶対これアイテム取った方がいいよ、お前。キノピコ。裸一貫で行くにはちょっとね、度胸がいるね、このステージ。だから、ちょっと僕は、お前何してくれてんねん、我々、こら。は？え？ぽよ？え、オッケーオッケーオッケー。何かよくわかんないけど。あれ、プレイ。あ、なるほどね。結局、ブンブン倒さなきゃいけないんだよね。シップって言ったらもうブンブンみたいなもんですから、ちょっとブンブン倒さなきゃいけないけど、やめて。はい、わかった。やってやるよ。うん。
ピノピオ、おい、お前を絶対に鍵奪います。絶対って言った時、俺は絶対なんだよ。見とけよ。僕も帰ろう、家へ帰ろう、でんでんでんぐり返しでバイバイバイ。さあやっていきましょう、マリオメーカー2。ということで、どうもこんにちは、パドロです。何回挨拶してんだよ、うん、もうこれ動画の中盤ぐらいのに挨拶しちゃったけど、待って、ジャンプして、なるほどね、面白い人出てきた。待って、これ結構難しいよ、結構難しいよ、これ結構見た目に反してかなり難しいから、一回冷静に。花ちゃんを乗り継いで当て、やばい、お猿のジョージ、自分の中のお猿のジョージとディディコンが出てきたんだけど、 Z、 はい、ん、ここに乗ってからか、はい。いや、これ待って、これクソむずくね。うせうせ、はいはい、ジャンプして、はい、待って、これむずくて無理。いけた、ラグイラグイんだけど、待って、はい、ジャンプして、うまくね、俺めっちゃうまくない、マリオメーカー2。待て、冷静にする、調子乗んだよ、調子乗った瞬間にこうなるんだって。もうお前終わったわ、もう最悪、うっそー、こんなんで終わると、おお、びっくりした、終わったし、普通に終わったし。